軍村巡行機は、尾張藩の藩士、樋口義古が印立ちした、一般には、尾張巡行機などの名称で知られる。樋口義古は、尾張藩に仕えた、農政家であったが、彼が、尾張国内や三の国、大見国の尾張藩領などを巡検した、際の記録で、村の遠隔や林村との境界、人口、租税額、自社の、除税地、河川、水路、橋梁などを、 完成4年春から文政5年5月まで31年にわたって記した。広告の署名などから以上の合計39巻で構成されると言われるが、一部は失われており、微修順後期25巻の巻末に終わりの記述があることから全38巻とも考えられるという。現存するものについては、愛知県庁、名古屋市鶴舞中央図書館、愛知県図書館、 名古屋市放射文庫などが所蔵している。なお、現存する巡航機のうち、高古事直室のものは名古屋府上市上中下館の三館のみとされる。また、内容の重複が複数確認できることや、文章の定裁からあくまでも記録を目的として、記されたもので、著実目的で書かれたのではないとも考えられている。州については、 完成年間の編纂で、後に松平くんさんの農用試略からの引用などを含む農用巡行機として若干の過失が行われた。ありがとうございます。